キューピッドパラサイトへえアワハニーはオプションに興味あるんだいい夢見せてあげるよ DA536E ギャラリーの僕を見て顔面偏差値上げたらはーいイベントビューへようこそ神話について語り合おうスタートするんだね君と再会できたチャンスを 今度こそはものにするから。 乾燥ひどすぎ。保湿ミストぐらい常備すればいいのに。<noise> な、なんで君がここに… <noise> おいお前アラン・メルビルだなこの野郎よくも俺の彼女を略奪しやがっていや。 あれは合意の上だよ。それに略奪だなんて人聞き悪いシェアだって言ったじゃないかへえあの木ユグドラシルに似てるああでもここで言うユグドラシルは北欧神話のあれじゃなくてリネット始めてくれ。 代理の、オーウェン・ヘリオットと申しますはい、秘書もやっておりますが、本日は代理です続けてくれああ、大丈夫、続けて うんはいはい丁寧に用うが言わないが結局は同じだからこの調子じゃ日が暮れちゃうわよあなたが言えないなら私から言うわあなたたちうちでは「パラサイトファイブって呼ばれてんの。 結婚なんて夢のまた夢。まずはそのねじれきった恋愛観を直す必要があるわ。 どうしたのすごい顔してるけど何かあった あのー、リネット大丈夫 来たか早く来てもらってすまないな。 うんそうだな一つ先に確認したいのだがお前は常々周りに出世をしたいと言っているそうだな別にそれが悪いというつもりはない向上心があるのはいいことだ だが、一年目から言う人間は珍しいので気になってな何か理由があるのか手伝いを そうかなかなか首相の心がけだなさすがは一年でトップブライダルアドバイザーに上り詰めただけはあるしかし結婚率の低下を憂いているかまさしく恋のキューピッドだなん引きつった顔をしてどうしたなあすまない話がそれたな では本題に入るとしよう実はお前を昇格させようと考えていてな <noise> ああだが一つだけ条件があるこれを見てもらえるか この五人を結婚させろ。そうすれば昇格させてやる。お前は我が社の恋のキューピッド、トップブライダルアドバイザーだ。できるだろ キューピッドため息などついてどうした <laughs> そうか。 よかったここにいましたかマーズ様がお探しですよお約束があったんでしょ待ちくたびれて怒っていられますよ キューピッドお前は相変わらず神としての自覚が薄いようだな。 キューピッド、話を聞いているのかはあ、まったく。お前がそんなんだから結婚率が落ちているんだろう。もっと真面目にやらんか バカモンまずお前が恋結びをしなくては結婚に行き着かないではないかそれに、ジュノーは十二神の一人だそんなに端々に目を配っていられるわけがないだろうそれをお前は他者のせいにして、何のためにキューピッドがいると思ってるんだ人に恋の素晴らしさを知らせるのは、お前の役目だろう そんなお前がそこをサボってばかりだから人の世は乱れ結婚率は下がり少子化が進んでいるのだ あら、キューちゃんじゃない。そんなむくれた顔してどうしたのかわいい顔が台無しよ。あ、わかったわ。またマーズに怒られたんじゃないどう当たってる 結婚はジュノーの役目なのに大変ねキューちゃんあんな戦バカがパパでどうせお説教ついでにトロイア戦争での苦労話とか聞かされたんじゃない ねえ、よかったら私の部屋に来ないちょっとおしゃべりしましょうよ。 神様だって、たまには誰かと話して気分転換しないと。そもそも、キューちゃんたら仕事漬けでしょ仕事以外のことを何も知らないままで他人の恋を応援なんてできないと思わない あなたに見せてあげたいものがあるのよ。元気が出そうなレディ・ミネルバの秘密をね。 まだまだはい目開けていいわよレディー・ミネルヴァの秘密の小部屋へようこそ。 どうびっくりしたもちろん人間界にこっそり降りて買ってきたのよあでもこのことは誰にも内緒よジュピターったら人間に干渉するなってうるさいんだものここだけの秘密なんだけどね わたし降臨用の扉も自分で作っちゃったのわたし専用のゲートようふふふ、<laughs> 学問の神に不可能はないわあでもこれこそ誰にも秘密よバレたら八つ咲きどころじゃないもの この部屋も誰にも見つからないように作った私だけの隠し小部屋なのだから Q ちゃんが初のお客さんってわけ Q ちゃんの元気がなかったからというのは建て前であなたなら私の趣味わかってくれるんじゃないかと思ったのよほら私ってば変わり者だって深海でよく言われているじゃない この趣味も分かってくれる子を全然いなくってでも人間の文化って本当に面白いのよずっと変わらない時を生きてる神と違って人間はどんどん変化していくの人間が変わっていくなら私たち神も変わっていくべきなんて思わない きゅうわけでキュちゃん一緒に DVD 見ましょうよ DVD 人間たちが作った機械の一つでこれだけで映画が見られちゃうのよほらこれとか最新作なんだけど素敵な人間同士の恋が描かれているの。 これを見たらキューピッドの恋結びのヒントになるとは思わないなんてまずは見てみないとわからないわよねキューちゃんは映画が何なのかすら知らないんだもの大丈夫、怖いものじゃないわさあそこ座ってレディ・ミネルヴァ劇場の始まり始まり はあ、素敵な映画だったわねさすがデミアンヌ監督の新作だわどうキューちゃんもこれ気に入った あら Q ちゃん SNS 知らないのってスマホを持ってなきゃ当然よね。ジュピターもマーズも電子機器絶対反対派だしえー、っとちょっと待ってね。 じじゃじゃーん、これがスマホで SNS はこうやってやるのよ <laughs> しかもこれのすごいところはね世界中の人間と通信がつながっているところよ。 ほら、こここを見て。この人はアフリカから書き込みしてるって位置情報に書かれているでしょそれが そうよしかも興味あるワードをここに入れるとそれについて話している人が見つかるの例えば「ハッシュタグデミアンヌ監督」でこうやって検索すればほらそのワードでつぶやいている人が出てくるわそうよこの世界中のどこかにいる誰かの言葉。 会ったこととない人と意見交換ができる。それが SNS の素晴らしいところよほらキュウちゃんもせっかくなら何か調べてみなさいよ気になる言葉とかあるでしょ あら、ちょっと待ってキュうちゃんみんな何かの URL と一緒につぶやいているわあらあら。 これは人と人の縁結びをして結婚を手助けする会社みたいねええ人間たちが Q ちゃんのマネをしているみたい。 確かにキューピッドの矢がなくても人間なら縁結びの相性を考えるぐらいできるでしょうね。なんたって人間たちは自分で恋愛心理学というものを生み出して恋心の研究をしているんだから。